徳川家成は、江戸幕府の、第十一代征夷大将軍。後三教一橋家の第二代当主、徳川春貞の長男。母は、お富の方。安永二年十月五日、後三教の一つ、一橋家の当主、一橋春貞の長男として生まれる。安永八年に、第十代将軍、徳川家春の四次である、徳川家元の旧子後、父と、 田沼沖継ぐの後継工作、並びに、家春に他に男子がおらず、また、家春の弟である、清水重吉も病弱で子供がいなかったことから、天明元年うるう5月に家春の養子になり、江戸城祭の丸に入って家なりと称した。天明6年家春が50歳で病死したため、天明7年に15歳で、第11代将軍に就任した。将軍に就任すると、 家春時代に県政を振るった田沼をつ継ぐを罷免し、代わって徳川の三夜から推挙された、道のくしら藩主で名君の誉れ高かった松平定信を老中取材に任命した。これは家なりが弱年のため、家なりと共に第十一代将軍に目されていた定信を子三夜が立てて、家なりが成長するまでの大つなぎにしようとしたのである。定信が主導した政策を、 完成の改革と呼ぶ。完成元年、島津重秀の娘、この絵た子と結婚している。完成の改革では、積極的に、幕府財政の立て直しが図られたが、厳格すぎたため次第に、家成や他の幕府上層部から批判が起こり、さらに尊号一件なども重なって、次第に家成と定信は対立するようになった。完成五年七月、家成は父。 春るだと協力して、佐だ信を悲鳴し、完成の改革は終わった。ただし、松平佐だのの失脚は直ちに惑星が根本から転換したことを示すわけではない。家なりは、佐だののもとで惑星に携わってきた、松平信明を老中主座に任命した。これを、戸田内則、本田忠和佐だ信が登用した老中たちが支える。 形で定信の,の政策を継続していくことになる。このため彼らは、関性の、色郎と呼ばれた。文化十四年に、松平信明は病死した。他の関性の、色郎たちからも、老齢などの理由で辞職を申し出る者が出てきた。このため、文政元年から、家成は、側用人の水野忠明を勝手係、老中取座に任命し、巻の忠きら残る慣性の、ちを、 幕政の中枢部から遠ざけた。ただ、明は、佐信や信明が禁止した贈賄を自ら公認して、収賄を奨励した。さらに、家なり自身も、宿老たちがいなくなったのをいいことに写真の生活を送るようになり、さらに国船打ち払い例を発するなど度重なる外国戦対策として、解剖必出が増大したため、幕府財政の破綻、学生の腐敗、 後期の乱れなどが横行した。ただあきらは、財政再建のために、分政期から天保期にかけて8回に及ぶ、貨幣改中大量発行を行っているが、これがかえって物価の陶器などを招くことになった。天保5年に、忠明らが死去すると、自社奉行、京都書次第から、西丸老中となった、水野忠国がその公認となる。しかし実際の幕政は、 家なりの側近である、林忠田秀らが主導し、家なりによる、側近政治はなおも続いた。この腐敗政治のため、地方では、次第に幕府に対する不満が上がるようになり、天保8年2月には、大阪で、大塩平八郎の乱が起こり、さらにそれに降応するように、幾多万の乱をはじめとする反乱が、相次いで、次第に、幕藩体制に、崩壊の兆しが見えるようになる。 また、同時期に、モリソン号事件が起こるなど、解剖への不安も一気に高まった。天保8年4月、次男、家吉に、将軍職を譲っても、学生の実権は握り続けた。裁判年は、老中の真鍋秋勝や堀田正都市、田沼伊勢を徴用している。天保12年、ウール1月7日に死去した。享年69、映画を極めた、家なりであったが、 最後は放置されたままに息を引き取ったと伝えられ、爺長、吉田政法院は責任を問われ処罰された。なお、死亡日は、遺跡高子日記にはうるう1月7日と記されているが、続々側三期は、うるう1月30日としており、幕府が死を取得したと考えられている。家成の死後、その側近政治は、幕政の実権を握った水野忠国に否定されて、 旗本、若年よら数人が悲免、左遷される。そして真部や木勝や堀田正俊などの側近は、多田国と対立し、老中や幕府の役職を辞任する事態となった。日付イコール旧歴内大臣、右大臣、左大臣、大乗大臣を順番に歴任した武家は家なりだけで、あり、かつ生涯で一度も上落したことがないまま、大乗大臣に就任した武家も、 家なりだけである。また、聖位大将軍と、大城大臣の領職に就任した人物もいるが、領職を現職で兼務したのは家なりだけである。家なりの娘婿、妻は、本来、旧事態で、等としと表記するのが正式だが、ここでは全社に統一する。ありがとうございます。